2009-2014カタリナビットは、旧東ドイツシュター県出身の女性元、フィギュアスケート選手。1984年サラエボオリンピック及び1988年、カルガリーオリンピック、女子シングル2大会連続金メダリスト。世界フィギュア選手権でも4回優勝。欧州選手権で1983年から1988年まで6年。 連続優勝している。また1994年リレハンメルオリンピックにもプロ選手として出場し、大きな話題となった。日本語では性をビットと表記している場合もある。ユッタミューラーとカタリナビット1988年にシベルリンから、ほんのわずかの距離にあるシュター圏で生まれた。カール・マルクスイコール・シュタットの学校に通い、その後、スポーツ選手の養成校に入学した。 1977年には、ユッタ・ミューラーの指導を受けるようになった。1981年に、西ドイツのマヌエラ・ルーベンが共に、女子選手として、初めて3回転フリップジャンプに成功した。1984年サラエボオリンピックでは、コンパルソリー3位で通過し、ショートプログラムで3トゥループプラス2ループの、コンビネーションで、暫定1位になる。 対する1983年世界チャンピオンのロザリン・サムナーズはコンパルソリー1位であったがショートプログラムで2アクセルをバランスを崩して両足着氷になりショート単独では5位になるフリープログラムでビットはトゥループ2回サルコー1回計3回の3回転ジャンプを成功させサムナーズを破って金メダルを獲得したフリーの演技では二人は1位指示のジャージを 同数獲得した0.1点差の勝利であった。1984年、1985年の世界、選手権連覇する。1986年世界選手権では、コンパルソリー3位で通過するも、ショートプログラムのコンビネーションで、3トゥループプラス2ループを大きくバランスを崩して手をついてしまう。ショート単独では4位となる。その後、フリープログラムでは1位となったが、 総合でデビ・トーマスに敗れて2位となる。1987年の世界選手権では前年にデビ・トーマスに奪われた世界女王の座に帰り咲いた。規定で恋と出遅れたビットに対してトーマスはショートプログラム、フリーともに2位でも優勝できるところであったが、トーマスはショートプログラムで2アクセルで手をつくミスを犯しショートで7位となる。順位点が接近して、 フリーでの二人の対決が実現した。ビットはトリプルループを含む5つの3回転ジャンプを決めて、フリーで1位となった。1988年カルガリーオリンピックでも、ビットとデビトーマスの二人の直接対決は大きな注目を浴び、共にジョルジュビゼーのカルメンを使用曲にした二人の争いは、カルメン対決とも評された。カルガリー五輪女子シングル本番では、規定。 ショートプログラムを終えた時点でトーマスが1位、ビットが2位、3位は地元カナダのエリザベス・マンリーがつけていた。迎えたフリースケーティングで先に滑ったビットは4つの3回転ジャンプは成功したもののトリプルループジャンプがダブルループとなる失敗。ビットが暫定トップに立つも最終滑走者のトーマスに金メダルのチャンスが回った。 しかしトーマスはプレッシャーからか5回の3回転ジャンプのうち3回も失敗してしまい、それが響いて銅メダルに終わる。フリースケーティングの見演技ではノーミスだったエリザベス・マンリーがトップだったが、総合順位点ではわずかにビットが上回ったため、ビットがソニア・ヘニー以来史上2人目となるオリンピック2回目の金メダルを獲得した。 同1988年世界選手権でも通算4個目の金メダルを獲得した後、アマチュア選手としての現役引退を表明。1989年、共産主義国であった東ドイツからアメリカに亡命し、プロスケーターに転向した。前世紀のビットが持つカリスマ性は凄まじく、特に1983、1984年の シーズンから引退する1987-1988年のまでの4シーズンでオリンピックに大会を含めた世界選手権、ヨーロッパ選手権、東ドイツ選手権、1983-1984年のカナダ選手権、1986-1987年の NHK 選手権、 1987-1988年の同じく NHK 選手の計20大会に出場し、19大会で優勝している。唯一2位となったのが1986年の世界選手権であった。カルガリーゴリン男子シングル、金メダリストのブライアン・ボイタノとビットとのツアーは10年間続き、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われたアイスショーのチケットは売り切れた。 1989年には、ベルリンの壁崩壊後、東ドイツは西ドイツに編入され、ドイツ連邦共和国となる。翌1990年に、エミー賞を受賞した、表情のカルメンは、日本でも放映された。プロの出場が解禁された1994年、リレハンメルオリンピックの代表選出を目指し、ドイツ選手権では優勝したタニアシェフチェンコについで位。 欧州選手権では8位に入り、2大会ぶり通算3回目の冬季五輪出場を決める。そのリレハン・メルゴリン女子シングル本番では、テクニカルプログラムで6位となり、過労死でフリースケーティングの最終グループに入り、さらに女子シングル、フリー演技での最終滑走者となった。そのフリーでは、ジャンプのミスが響いて、 総合結果は7位入賞に止まり、当期五輪合計3個目の金メダル獲得は、ならなかった。それでもフリー演技での反戦歌である、花は、どこへ行ったの曲に乗せ、かつての栄光の場となりながら、ユーゴスラビア紛争により、戦火に破壊されたサラエボへの思いを込めながらの披露に、リルハンメルの観客からは、大勢の拍手喝采を浴びていた。1995年に、 世界フィギュアスケート殿堂入りを果たした。1996年には映画ザ・エージェントに亀を出演。1998年にはプレイボーイ12月号でヌードを披露した。この年映画ロニンに出演、テレビシリーズの VIP では悪女を演じた。2005年に彼女の経験をもとに架空の若いフィギュアスケート選手を指導する小説オンリー・ウィズ・パッションを出版した。 2008年3月4日夜にドイツのハノーファーで行われたアイスショーで代名詞とも言われたカルメンを舞いプロスケーターを引退した。2018年の冬季オリンピック開催を定地に立候補したミュンヘンの招致委員会会長を務めた。立候補地であった韓国の広報大使が同じく女子フィギュア、五輪金メダリストのキムヨナであったことから新球場を対決として 大きな注目を集めた。東ドイツの国家秘密警察であるシュタージは、当時国外に出ることが多いスポーツ関係者に注目し、多くの情報提供を強要した。ビットも、その一人であった。構成出版した辞伝の中で、自らの私生活をすべて国家文書として記録されていたことや、シュタージの協力者として情報提供を求められていたことなどを告白した。また、 ホーネッカー体制のアイドルと称され、ホーネッカー議長は、ビットの美しい容姿を好みスポーツだけでなく、東ドイツの広告塔として、政治的にも利用することも多かった。彼女は、現役時代フィギュアスケートの衣装についても、革新的な試みを行い、国際スケート連盟が規定する衣装についての規則にも大きな影響を与えた。 1988年のカルガリー五輪のフィギュアスケート女子シングルの競技前にカナダのコーチがビットの衣装が露出過剰であると文句をつけたことがあった。しかし、当のビットは美しさはアイススケートの一部。それに、男性の方は誰だってゴムマリみたいな人より綺麗な体をした女性を見る方がいいでしょうと語りその批判意見を交わした。ありがとうございます。